お疲れ様です。お疲れ様です。失敗が怖くてチャレンジしにくいんですけど、どうしたらいいですか？なるほどね。失敗を恐れずに、まあ、プレーするためには、自分がなんかこう、発揮できる武器かなんかを持つのがいいよね。例えばキーパーで言うと、そんな大それたもんじゃなくていいから、まず自信が持てないんだったら、やっぱり、シュートをこう、例えば止めるっていう部分に特化して、例えばまず基本のね、ゴールキーパーの基本を学んでいって、練習していくっていうのが大事だと思う。他からおキーパー止めろよとかってプレッシャーとかに弱いってことですよ。大体はキーパーが止めてくれるとか上手くなってくればほとんどのね選手言わなくなると。信頼関係を構築するためにはやっぱキーパープレーを上げていけば、自信を取り戻すことができると思います。じゃあまず結果を出していくっていう、キーパー練習やりましょう。僕とはい一緒にやりましょう。やりましょう。